FTX 騒動からついにビットコインの週足っていうのが確定いたしました。なので今後の動きをこのチャートを見ながら解説していきたいと思います。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は冒頭でお伝えしたように FTX の騒動があって、 FTX とアラメダですねの騒動があって、そこからですね、ちょっと日にちが経って本日の朝9時に週足っていうのが確定して、ほぼ丸坊主陰線とまではいかないんですけども、大陰線という形で週足が引けたので、今後の動きっていうのがよりですね見やすくなってきたかなと思います。なのでこの動画で今後の相場の動きっていうのを予想していきたいと思います。で、結構皆さんどこまで落ちるかとか、ここからちゃんと上がっていくかっていうのを不安になってる方も多いと思いますので、その辺もこの動画で話せたらいいなと思っております。はい、そして動画の前になんですけども、今現在私はこの Discord の方にかなり力を入れさせてもらっております。現状メンバーが5291名の方がこの Discord に入られていて、結構皆さん毎日ですね和気あいあいと話しておられます。で、もちろん私もよくここに行って書き込んだりしていますし、それこそ今のこの動画見られている方は結構そのテクニカルのことを気になる方も多いと思うんですけど、こんな感じで結構テクニカルのことを皆さん話されていたりとかするので、見てるだけでもかなり勉強になるんじゃないかなと個人的には本当に思っております。で、またテクニカルだけじゃなくても普通に交流する場所とかもあったりするので、こんな感じで皆さん話しておられたりとか、あとは結構ありがたいって言われるのが詐欺の注意喚起とかっていうスレッドもあったりするので、実際にあった詐欺とかを皆さんツイッターとかリンク載せて、こんな詐欺がありましたっていうのも載せてくれますし、あとは実際に自分でちょっと詐欺引っかかってしまったっていう方が、率先してですねこんな詐欺があったんで注意してくださいみたいな書き込みを共有っていう形でしてくれたりもしていますので、特に仮想通貨始めたての方とか、始めたての方じゃなくても今まで一人で情報収集していた方で、いろんな人とコミュニティが欲しいって方はこの Discord はうってつけなんじゃないかなと思います。でも、もちろんこの Discord は完全無料でどなたでも参加できるので、本当お気軽に参加してみてください。概要欄の方にリンクを貼ってあるので、そちらからぜひご参加ください。で、もちろん Discord だけじゃなくて、私の直通の LINE っていうのも概要欄の方に同じく貼ってあるので、私に直接聞きたいことがある方とか、LINE も登録しておきたい、直通の LINE も登録しておきたいっていう方は、そちらの方も必ず登録しておいてください。はい、ではやっていきたいと思います。まず今年の動きについてなんですけども、今年の動きは基本的に、この6万9000ドルをつけてからの下落の動きなんですけども、見てもらうと結構わかりやすい動きになってまして、ここの今まで意識されてきたライン、一応これオレンジのところでこう囲っているんですけども、ここの意識されてきたラインを、割れてからですね、ここで見てもらうと、ここで一気に割れます。で、割れて、はい、ここのラインをこう割れていきますよね。下に割れてきて、で一回ちょっと上に戻すんですけど、結局ここの下のラインをまたさらに割れて、でそこからこう戻してきて、でこうまたこの下のラインをどんどん試していって、で一気にこんな感じで割れてきてるという形になります。なんで、ここのちょっと見づらいかもしれないんですが、ここの、今の動きっていうのが一緒なんですよね。なんで、さっき言ったようにここの意識さえ引けたラインをまず実体で抜けてくる、週足で実体で割れてくる、そして一回戻っていくんですけど、そこから上に振ってきてから、そこから結局落とされる、でまた落としてきたと思ったら、結局この意識されてきたラインを割って一気に落ちてくるっていうような動きで、見てもらうと、ここも一気に割れてきてから戻しましたよね。2万4000ドルまで戻して、このまま上行くかなと思ったら、結局また落ちてきて、ここからはい、この意識されてきたラインから一回上にまた振っていったんですけども、結局またこの大陰線をつけて、これが、先週の動きですね。上に振って大陰線から一気にストーンとこのところ落ちてきてしまったという形になります。この意識されてきたラインを割ってきて、今週の今この足っていうことになります。今はなんとなく陽線になってるんですけども、ほぼ陰線になってくるかなと個人的には思ってます。なので、今まで通りの動きですよね。テクニカル的に見たら全く同じ動きをしているので、今後まだ下がっていってもおかしくはないと思います。で、ここのラインを否定するっていうか、この動きを否定するためには、見てもらうと分かる通り、ここのラインをちょっと延長すると分かりやすいんですけども、はい、今までの落ちたラインですね、ここで見た場合っていうのは、ここのボックスを下に抜けました。で、ここの週以外の次の足、次上に振ってきた時に、ここを一度も試してないというか、抜けれてないんですよね。なので、今回も全く同じ動きはしてるんですけども、仮に今回が、
ちょっと違うっていうのであれば、ここの今週とか来週とかでもいいんですけど、ここの1万、まあ、7600ドルくらいまで上がって、ここを抜いてくるようであれば、この内容をこんな感じで上に抜いてくるようであれば、今までと違う動きってなって、またさらに上に上がっていく可能性はあると思います。ただ今の状況で、まあ、今だいぶ今日上がってきているんですけど、ここからあと1000ドルぐらい上げれるかっていうと、まあ、結構厳しいんじゃないかなと個人的には思っております。でなおかつ、まあ、チャート的に今弱気なのはそうなんですけど、まあ、この大陰線っていうのは結局 FTX のせいって言うとあれなんですけど、アラメダ関連の、ニュースがあったから、まあ、ここまで割れてきたっていうのはあるんですけど、これがなければ多分ここのラインは割れてきてなかったかなと個人的には思っているんですけど、じゃあまず第一が意識されてきたライン、ここのラインを割れてきて、なおかつ毎回同じ今動きをしてるってことになりますよね。でそこからこれはまたテクニカル関係ないんですけども、 CX ですね、まあ各取引所、例えばバイナンスとか FTX がまあ世界2位の取引所で、まあ、結局顧客の資金を運用していて、まあ、借金まみれになって結構まずいっていうことになって、でそれ関連でバイナンスとかバイビットも、もしかしたら顧客の資金を使っているんじゃないかっていうようなニュースが流れていたりとかして、でバイビットが昨日一応 AMA を行ったんですけども、その内容的にはあんまり良くないやっぱり内容だったので、それも伴って下にちょっと降ってくるんじゃないかなと個人的には思ってます。なんでテクニカル的にも弱いし、今のこの各取引所、世界の取引所が結構やっぱ資金預けてたら危ないっていうような空気感にもなっているので、まあ、そんな状況で価格が果たして上がってくるかって言われると、まあ、かなり難しいんじゃないかなと思ってます。で、一応ちょっとこうやってみると分かりやすかったかなと、まあ、後から見てるのでそれはいくらでも言えるんですが、まあ、例えばこことかのラインを見ると、ここですね、ここの陰線から見ると、はい、これは見ての通り9週かな、9週連続でここですね、はい、陰線になってまして、週足で9週連続陰線ってまあ相当なので、で陰線になってまして、でその次の週の足が一応陽線なんですけど、トンカチになってますよね。でトンカチになったと思ったら次の週でやっぱり、大陰線つけて、そこからさらにまた大陰線で価格帯を割ってきたっていうことになるので、まあ、ここの動きはかなりやっぱ分かりやすかったかなと、今になってみるとそんな感じに、見えますね。なので、まあ、テクニカル的に、まあ、こんな状況になってくるかなとは今回も思ってはいるので、ここからまた上に上がってくるのは厳しいかなと個人的には思ってます。はい、で一応この次の下落でどこまで行くかっていうと、まあ、やっぱりここの下降ライン、この6万9000ドルから続くこの下降ラインっていうのはおのずと意識されてくると思います。で一応今ここ上に抜けてる状況にはなるんですけど、で一応前回というか先週の下髭っていうラインも1万5588ドルになるので、まあ、割とここが効いてきてる状況にはなってます。はい、ちょっと拡大するとこんな感じですね。結構ここはピンポイントで止まってきてます。まあ、なので週足なんでちょっと引く角度で割と変わってはくるんですけど、で一応この今週だった場合っていうのは、今週もここをもし仮に試してくるとしたら1万4656ドルとなってくるので、まあ、この辺まで来てもおかしくないと思います。でさらに来週になってくると一気にちょっと右に行っちゃうので、はい、来週だと1万3600ドルぐらいですかね。で、今までの1万4000ドルのラインっていうのがここですね。ここの3000ドルぐらいから一気に吹き上げて落とされたラインっていうのがここの1万4000ドルのラインになってくるので、ここは間違いなく意識されるラインになってくるんですけども、でそことその来週落ちてきた場合、はい、っていうのはここのライン1万4000ドルのラインと、まあ、ここが1万3600くらいなので、まあ、ほぼほぼ重なるので、まあ、この辺が大底になってきてもおかしくないかなと思います。まあ、これからのちょっと動き見ていきたいんですけど、まあ、本当にそこで大きなリバウンドするようであれば、来週あたりにですね、一気にこのここを試してきて、そこからまあ上に行くようであれば、そこからリバウンドが強くてですね、上に行くようであれば、まあ、こんな感じ、なっていっても全然おかしくはないかなと個人的には思ってます。まあ、本当に今大底がどこかっていうのは全然想像も、できないですし、まあ、個人的には1万4000ドルくらいでやっぱ止まってきてほしいとやっぱり思っております。で1万4000ドルとか、さっき言った1万3600ドルを、まあ、明確に割れてきた場合、っていうのは結局1万ドルくらい目指していってもおかしくはないと思ってますし、まあ、その前に一応1万2800くらいがやっぱ今までずっと意識されてきたラインっていうところであるので、まあ、もしかしたら1万2800くらいで止まる、もしくはまあそこも割れてさっき言ったように1万ドルくらいまで下がってきても全然おかしくはないと思いますので、まあ、1万ドルっていうとここのラインですよね。
はい、1万ドルがこのオレンジのラインなんですけども、まあ、ここのラインを試してきてもおかしくはないかなと思います。なんでまあすごい大きな目で見ると1万4000ドルから1万ドルのどこかで、まあ、基本的にはそこになってきて一度この大きな反発を見せてくれるんじゃないかなとは思います。ただこれも別にその1週間2週間で上に行くかって言われると結構怪しくて、まあ、さっきも言ったように、バイナンスだったりバイビットがかなりやっぱやばいっていう噂もされてますし、まあ世界で2番目に大きな取引所が、まあ、結局破産申請っていうことになるとそのダメージはやっぱり計り知れないので、悪いニュースがあったのをたかだかその 1,2 ヶ月とかで、また元に価格が戻すか、まあ、なんであの FTX がニュースになるまでは2万1000ドルくらいあったので、そこまで戻すかって言われると結構難しいと思うので、まあ、個人的にはちょっと1年くらいかけてじわじわ上がったり下がったり繰り返して2万1000ドルくらいをとりあえずは目指していくんじゃないかなと思っております。まあ、なので結論ですけども、まあ、大底っていうのは正直もう全然わからないですし、だいたいまあ1万ドルから1万4000ドルぐらいのどっかっていうのはおおよそわかるんですけども、まあ、はっきりとはピンポイントでやっぱりわからないっていうのと、あとは現物を仕込みたい方かなりおられると思います。なので今の価格帯で現物仕込むっていうのはかなり、いいと思いますし、これから1万4000ドルを試さずに上行くって可能性も全然あるので、今のうちに、まあ、余剰資金ですねで買っていくのはいいと思いますし、また1000ドル2000ドルぐらい落ちてくればそのタイミングで買っていくっていうのが一番賢い、方法かなと思います。現物はやっぱりトレードと違ってロスカットもないですし、まあ、とりあえず積み立てというか、まあ、貯金みたいな感じで毎月でもいいのでドルコスト平均法みたいにして、毎月1万でも2万でもいいので、買っておくと、まあ、本当に2025年ですねに向けてかなり大きな上昇で今買っておいてよかったなっていう風になる可能性がかなり高いと思いますので、個人的には現物を今の価格帯で買っていくのは全然いいかなと思います。はい、それではちょっと長くなってしまったんですけども、今回のこの相場分析っていうのは以上になります。でこの動画見て分かりやすいと思われた方は励みにもなりますので、ぜひチャンネル登録だったり高評価よろしくお願いいたします。そして冒頭でお伝えしたように、私直接の LINE だったりとかこの Discord にぜひ参加してみんなとワイワイしたいっていう方は概要欄の方に貼ってありますので、お気軽にこちらの方ご登録してください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。